3、2、1、点灯。ナイスネイチャー役、前田香織さん。コパのリッキー役、稲垣好美さん。ワンダーキュート役、須藤かな子さん。おぐりキャップ役、高柳智代さん。北高たる前役、菊池さやかさん。最後にスマートファルコン役、大和田ひとみさん。東京メガイルミ2022-2023点灯式へようこそ。私本日のトーク MC を務めますナイスネイチャー役の前田香織です。よろしくお願いします。はい、いや本日本当晴れてよかったです。精一杯盛り上げていけるように頑張ります。それでは私たち馬娘から一人一人自己紹介をさせてください。皆さんこんばんは。コパのリッキー役の稲垣好美です。はい、今日はコパのリッキーにもゆかりのある競馬場ということで来れて本当に嬉しいですし、コラボしているものもたくさんあるということですごく楽しみにしておりました。今日はよろしくお願いいたします。ワンダーキュート役の須藤かな子です。皆さんこんばんは。この度は点灯式に参加することができて大変光栄です。ありがとうございます。最後まで皆様と楽しみたいと思っておりますので本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。おぐりキャップ役の高柳智代です。私も個人的にも東京メガイルミ初めて目にするのでとてもどんな風になっているのかワクワクしております。本日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。北高たる前役の菊池さやかです。大役を任せていただいたということで最後まで精一杯務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。スマートファルコン役の大和田ひとみです。スマートファルコン役としてこの場に立たせていただいて大変光栄に思っております。今日はイルミネーションをすごく楽しみにしてまいりました。精一杯盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この後はいよいよ東京メガイルミの点灯スイッチを押してもらうんですけども、その目の前にこちらの大きい丸いものがスイッチなんですけども、ちょっとなんか押すのドキドキですよね。ですね。ちょっと須藤さんどうですか今のお気持ちは。そうですね、やっぱり緊張しますね。自分たちの手でイルミネーションを点灯させることができるっていうのはもう、人生で最初で最後なのかなって思うので、ね、一生の思い出にしたいなと思いますし、昨年度よりもさらにメガイルミがパワーアップしてるそうなので、もう見られるのか、こんなに間近で見られるのか本当に楽しみです。めちゃめちゃ楽しみですね。やっぱりこの夢をかけるっていう曲自体、その馬娘のアニメーションを見てくださっている方々それぞれにもすごくいろんな思い出が詰まった楽曲になっていると思いますし、アニメ以外のゲームから入った方だったりいろんなところから入った方にも結構知っていただいている曲なんじゃないかなっていう、はい、ふうに思っているので、そことこの広大な中で繰り広げられるイルミネーションのショー、どういうコラボレーションになっているのか私もすごくすごく楽しみでございます。それではウマ娘の皆さん、スイッチへお集まりください。それでは皆さんよろしいでしょうか。皆さん手をかざしてください。いよいよ点灯です。東京メガイルミ、いよいよ点灯です。それでは3、2、1、点灯。すごい大迫力で、すごい見とれちゃったんですけれども、やっぱり高柳さんが言ってくれたように夢をかけるっていう楽曲はすごく思い入れの強い曲でもあるので、その楽曲とともにこの大迫力のあんなに
水が高くまで上がって、光とともに、演出がなされた噴水ショーがすごくすごく素敵で感動してしまいました。本当にすごかったです。私も事前にあちらの江戸桜トンネルの方を見させていただきまして、本当に光がたくさんあって光に包まれているかのような空間で、まさに映えというかもう写真を撮りたくなるような空間で、すごく美しかったです。おまけショット、向こう側の、はい、声かけてくださいね。一回足掛けお願いします。はい、はい、もう最後ですよ。はい、見てください。こっち側で、はい、お願いします。ここに抜いてください。抜いたカットを、はい、犬と同じですけど、はい、6人またちょっと寄っていただいて、じゃあまた視線こちらから。